どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はライカとハッセルブラッドの使い分けというテーマでね、行ってみたいと思います。今ね、僕の隣にあるのが、これまずライカです。で、ハッセルブラッドです。はい、ライカがドイツ製、ハッセルブラッドがスウェーデン製でございます。この組み合わせ意外と稀なんです。動画見てくださってる皆さんね、上級者の方多いんですよね。写真始めて30年経ったとかね、そういった方は普通じゃんって思うかもしれないですけど、まあ、ひょっとしたら、贅沢だねって思うかもしれないですけど、僕のチャンネル結構最近写真始められたっていう方もね多いので、そういった方意味わかんないと思うんですよ。普通ね、ライカはわかりますよね。今ブームです。空前の大ブームでございます、ライカ。はい、ね、なんかとりあえずライカ買っとけみたいな流れになってますよね今。まあとりあえず M11 か M11P 買っときゃ間違いないだろうみたいな、まあ間違いないんですけど、なんかそれもどうかなと思うんですけどね。今ね、本当に空前の大ブームライカでございます。はい、でライカと例えばソニーとかキャノンとかね、ニコンとか、そういった組み合わせだったら分かるんですけど、このね、ライカとハッセルブラッドっていうこの組み合わせ、僕今2台持ちってやってるんですけど、これがね意外と稀だと思うんですよね。なんでまあ貴重な動画になるんじゃないかなと。はい、で同じデジタルカメラでございます。ですが全く、異なったね、特性を持ったカメラでございます、この2つ。はい、でなおかつですね、僕は撮影スタイルもね変えてます。ライカとハッセルでは使い方が違います。そこら辺の話を今回はねさせていただきたいと思っております。はい、ライカね、そしてハッセルブラッド、これどういった使い分けしてるかというと、まず1つ目はですね、カラーで撮るときはハッセルで、モノクロで撮るときはライカでございます。これどういうことかっていうと、僕ねこれライカはライカでも M11 モノクロームって言って、モノクロ専用機です。カラー撮れません。へんてこなカメラなんですよこれ。なんで、もうモノクロで撮るときはもうこれライカです。でハッセルで撮るときカラーなんですよ。ハッセルはカラーでしか撮れないんですよ。モノクロにしたかったら現像ソフトでモノクロ変化しなきゃいけない。なんで僕もうめんどくさいんで、ハッセルはカラー、ライカはモノクロみたいな、この使い分けでやってます。はい、あとね、撮影スタイルに関して、ライカはレンジファインダーね、ライカの魅力は何だって聞かれたらですね、僕は即答で答えます。レンジファインダーが楽しいわけですよ。これ皆さん同じじゃないですか、ライカユーザーの皆さん。なんだかんだ言ってね、その6000万画素とか、ね、何千万画素とか、そういうスペックよりもこのねレンジファインダーが楽しいわけですよ、ライカっていうのは。レンジファインダーって何かっていうと、ここ素通しのガラスです。素通しのガラスといっても超高級ガラスでございます、これ。はい、めちゃくちゃいいガラスです。ここを覗くんですよ。で素通しのガラスなんですね。でこのガラス窓の中にブライトフレームっていう枠があって、さらにその中に二重像があります。はい、二重像をこうね、ピントをこう合わせていくわけですよ。マニュアルでオートフォーカスついてませんよ。ギューッと合わせていって、ちょうどね二重像がガチッとこうジャストでハマったところがジャスピンでございます。これが楽しいわけですよ。対してハッセルブラッドは、僕はですよ、僕の使い方としては基本的にはオートフォーカス、もちろんマニュアルでも撮れます。これマニュアルで撮りたかったらこうですよ。これ今ねオートフォーカスです。マニュアルにしたかったらこう、もう一瞬です。オートフォーカス、マニュアルフォーカス、はい、オートフォーカスで撮るときは、僕はですね、この
大型ディスプレイを活用します。でかいでしょ。ライカと比べると全然違うんですよ。ちょっと電源つけましょうか。はい、全然違うでしょ。これね、全然違う。ソニーとも違う。ソニーよりでかいです。この大型ディスプレイを使ってこうやって撮るわけですよ。こうやって撮ります。はい、こうやって撮ります。で、マニュアルで撮るときはこうやってね、まあファインダーを覗くわけなんですけど、オートフォーカスで撮るときはもう基本的にはこうです。はい、で、なんだったらこれチルトになってるんでこうで、こうですよ。ウエストレベルでね、撮るときも多いです。こういう感じで。はい、そういったことで、で、ただ、ハッセルとライカ共通しているところもね結構あってですね、例えばこのファインダー、ここが素晴らしいんですよ。ハッセルブラッドとライカ EVF です。ちょっとまあ見えないとは思うんですけど、で、まあ、M 型はね、これはさっきも言いましたけどレンジファインダーなんで、例えばね、先日発売になったライカ Q3-43 とかね、あと SL3 とか、レンジファインダーじゃないんですよ。EVF なんですよ。これと一緒で、共通している点はこのね、ファインダーの中めちゃくちゃ美しい、感動するぐらい美しいのがライカとハッセルの共通点です。はい、で、まあ肝心な写りですよね。どう違うのか。当然両方いいですよ。いいんですけども、出てくる描写に関してはこのハッセルブラッドライカ超えちゃったかなって僕は思ってます。このね、今この M11 モノクロームと、今ね M11 って持ってるんですよ。これともう一個ライカ持ってます。今ちょっともう置いてきちゃいましたけど、それはカラーも撮れるしモノクロも撮れるんですよ。素晴らしいカメラです。今のライカの最新ラインナップの、一番新しいタイプですね、まあ、M11 とか M11P とか、ですがこれハッセルはライカ超えちゃってます。これはね、ライカとハッセル2台持ちやってる、なんかこう気づいちゃった点っていうんでしょうか。もちろんライカはライカいいですよ。で、出てくる写りがね、また違うんですよ。だけどいろんな部分において、ライカ超えちゃってるのがハッセルブラッド。まあ、ただしモノクロに関してはやっぱりモノクロ専用機、こっちがすごい。カラーに関しては M11 よりもライカ Q3 よりもこれハッセルです。まあ、スペックが違うんでね。で、ライカは6000万画素、ハッセルブラッドはこれは1億画素。まあ、画素数の問題だけじゃないと思うんですよね。ハッセルブラッドってなんかこう階調の豊かさがものすごい広い、ライカよりも広い。だからカラーが楽しいんですよね。で、まあ、モノクロにしたかったら、まあ、モノクロ変化しなきゃいけないんでね。だから、まあ、モノクロに関してはもうこっちですよ。 M11 モノクロームです。はい、なんで、まあ、言ってみたらね、僕は最高カメラと最強カメラを手に入れたっていうことなんです。これちょっとこれ自慢っぽくなっちゃってちょっと申し訳ないんですけど、僕の中で最高と最強はこの2つの組み合わせ、今回これが言いたかったんですよ。だから人によってはね、ライカとソニーとか、ソニーも素晴らしいじゃないですか、ライカとニコンとかね、人によって撮影スタイル違うんで、プロでね、お仕事でやられている方は、まあ、ハッセル使ってる場合じゃないですよね。キャノンとかニコンとかソニー使った方がいいですよね。あと撮り鉄とかスポーツ撮られる方とかね、モータースポーツ撮られる方っていうのは
ニコンの Z9 とかね、ソニーの α9 とか、まあ、そっち使うと、それが最強ですね、最強カメラで、じっくりとライカで最高の描写を楽しむみたいな使い分けされてるかと思います。皆さんいかがですか？僕はこのライカとハッセルのこの使い分けがね、最高と最強だと思うんですけど、皆さんそれぞれいろいろあると思うんですが、よかったらですねコメント欄教えてください。はい、まあ何もね、ライカがナンバーワン、ハッセルがナンバーワンって言ってるわけじゃないです。僕の中でお気に入り、最高カメラと最強カメラ、今回ねそういったお話をさせていただきました。ライカとハッセルブラッドの使い分け、こんなとこでしょうかね。はい、ちょっとねまあ、ハッセルブラッド買って2ヶ月と2週間ぐらい経つのかな、うん、ここら辺でまあいろいろ慣れてきた部分もあるので、今回、はい、この2つのカメラを取り上げてみました。いかがだったでしょうか。はい、ということで今回の動画以上となります。またね、僕のチャンネルの方ではライカとハッセルブラッドの魅力をどんどん発信していきますので、ぜひですねまたご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。ぜひですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。